本日皆さんと一緒に盛り上げていきます。宿神東海役井上麻里奈です。よろしくお願いします。そして皆さんこんにちは。もっと出るよね。皆さんこんにちは。うん、問題ない。飛び上り神役富樫美鈴です。よろしくお願いします。続きまして、はい、皆さん夏海ありがとうございます。夏海役の真田由美です。よろしくお願いします。そして皆様おはようございますわ。時崎くるみ役真田あさみです。よろしくお願いします。さあ皆さん本当に朝早くからようこそお越しくださいました。ありがとうございます。まだね眠いかもしれませんけれども、みんなでテンションを上げて、盛り上がっていきたいと思います。今日はね、データライブこの4人でステージをお届けしていきたいと思うんですけれども、今日この会場にお越しいただいている皆さんと他にですね、現在ニコ生そして YouTube ライブの方でも、どうやらご覧になってくださっているということで、元気ですか。イエーイ、よろしくお願いします。そんなわけで、デートアライブ、3がですね、今年放送されまして、はい、もう無事に放送を終えたんですけれども、はい、そちらの方をみんなで振り返りつつ、ちょっといろいろなお話をさせていただきたいなと思います。よろしくお願いします。ということで、ぜひご着席ください。はい、さあ、まあ、デートアライブね、見てたよという方、ありがとうございます。ありがとうございます。見てなかったよという方、あ、オースだ。正直えらい正直じゃないか、いいと思いますよそういうのも。あ、じゃあね、そんな見た、ちなみにその方々は見たことないですか。見たことはある、見たことあるけど、あ、2期見てた。あ、3期大丈夫だ、大丈夫大丈夫、はい、やっと、いや一応ね、あの知らない方のためにお話しなきゃなとも思ったんですけども、一応皆様デートアライブという作品が、まあ、どういう作品なのか一応ご存知だとは思いますけれども、一応ね、デートアライブの基本情報をおさらいしていきましょう。はい、デートアライブはですね、立花浩司原作、イラストつなこによる2011年から刊行がスタートした作品で、今年でようやく8年、そう考えるとすごいね。そうなんですよ、ね、8年もやらせていただいております。主人公五日指導と精霊と呼ばれる世界を殺す少女たちの新世代ボーイミーツがある作品、原作小説短編集スピンオフ作品、そしてデビューシリーズ劇場版と様々なメディアミックス展開を行ってきたファンタジア文庫の大人気作品です。すごい、マリアもなんか聞き惚れちゃうそれ。大人気作品です。はい、大事なのは大人気作品ですね。そう、はいはい、ちょっとよく分かんなかった、はい、今の説明だと。いや、きっと伝わってるよ。伝わってる、うん、とにかくこうみんなが大好きな可愛い女の子が主人公とイチャイチャするよっていう話。はい、そうです。やりやすいね。大体そう、はい、大体そうなんですよ、ね、という本作なのですがですね、まあ去年に続きまして今年もファンタジア文庫大感謝祭ステージを開催で、ありがたく出させていただけて嬉しいですね。うん、イベント自体はすごく久しぶりなのかな、オンエア終わってからもなかったかな。そうですね、うん、デートアライブのイベントとしてはね、そうですね、単独のイベントとしてはですね、2018年、まあ、去年の確かにクリスマスに、あ、そうですそうです、そっか、あの先行上映イベントというものをやらせていただいたんですけれども、はい、そちら来たよという方、ありがとうございます。ありがとうございます。その時にね、デートアライブ あのイベントに初参戦だったまのちゃん、はい、緊張してたね。めちゃくちゃ緊張してました。いや、多分もし来られてる方も多分あの子緊張してんなって思ってると思うんですけど、だってまだデートアライブの現場に入って、うんうん、それぐらい3、4話目、はい、そうですね、3、4回ぐらいで、うん、しかも私たちがそのステージに上がった時ってまだ先行上映する前だったんですよね。これから上映しますよっていう時にあったから、うんうん、まだ私のこの演じる夏美を聞かれる前だったんですよね。そう、そうそうそう、余計に緊張して、うんうん、なるほど、うん、そう考えると今も本当にちょっとファミリーになった、ね、いやもう全然ファミリーで、全然全然、だってあの時はだってなんか夏美がどういうキャラかもちょっと話せないし、もうネタバレがが禁止だったから、うんうん、はい、話せることもない。ひどいね、そんなイベント。
ひどいよね。初めてで緊張してるのにもかかわらず何も喋れないっていう。そうだね、この枷よ。すごいね。もう、ま、今日はね、どれだけでも、はい、あのネタバレも大丈夫なんで、はい、もうどんどん伸び伸びと。伸び伸びと、はい、お願いします。そしてですね、あの今年の1月に開催されたファンタジアアニバーサリーライブ、そちらの方にも、デートライブチーム参加させていただいて、はい、私と富樫ちゃんと、はい、あと朝音さんがその時には出演して、はい、いやすごいイベントで、そっちも行ったよって人いますか？あ、ありがとうございます。伝説のライブ、うん、ねえ、もう私たちも裏でもう盛り上がっちゃうぐらいに、スレイヤー最高だったね。最高だった、もう素敵でした、ね、素敵でした。いやそれよりもでもやっぱあのスイートアームズとしても、うん、そうね、うん、いやでもあれも本当にすごい久しぶりで、うんうん、そうだよ ね、 ね、まあ、我々もなんかあの、まあ、ずっとみんなでライブとかやってきたけど、なんか謎の緊張感というか、でもなんかちょっとそれは伝わってきた、伝わってきた、うんうん、気合がなんかいつも以上に感じられた、うん、よし行くぞみたいな感じ。そう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 、すごいもう緊張したけど、ね、でもやっぱお客さんはいつも通り温かく迎えてくれて、うんうん、なんかバレバレとしてはちょっと誇らしかったよ。そう、なんかうちのスイートアームズだぞみたいな、かっこよく歌ってんぞ。そうそうそう、みたいなね。だってあの、うん、みんながあのデートアライブのお客さんじゃないから、うん、よりこうちょっとね、なんか、あ、でも確かにね、そうデートアライブですよみたいな感じで出ていたけれども、うん、やっぱりこうスイートアームズがパンとやってくれたから、よりなんか誇らしく、うん、嬉しかったです ね、 ね、ありがたかったです、本当にありがとうございます、ね、それでですね、まあ、1月から、まあ、デートアライブ3がついに放送されましたということで、はい、アニメの放送の方はですね、終わってしまったんですけれども、もしかしたら皆様もうご覧になったかもしれないんですけれども、はい、ちょっと PV というものがですね、先日新たな PV が発表されまして、解禁されまして、うん、今日はですねそちらの PV をみんなと一緒に見ていきたいと思います、はい、それでは PV どうぞ。でいいね。いや、やばかったね。すごいよね。その戦闘シーンとかでかかると、うん、すごい鳥肌がもう、うん、いやいや、あの曲がでもやっぱりこうデートライブって感じがするよね。なんかちょっと涙出ちゃうぐらい。わかる。なんかさあ、それよりもね、PV の最後ちょっと気になるカットがあったんですけれども、うん、はい、ちょっとそれは一回置いといて、はい、というわけで、今までのね、一期からの、まあ、振り返り PV というものを見ていただいたんですけれども、はい、どうですか？いやできましたね。ね、ここまで。なんかやっぱ長く続いてきたんだなっていう、うん、なんかちょっとずつのシーンなんだけど、いろんなことを思い出す PV だなと思って。確かに確かに、なんかこんだけやっぱり作品が続いてくるってなかなかね、もう今
の世の中なかったりもするじゃないですか、うんうんうん、だからありがたいなっていうのを噛みしめちゃいますね。ねえ、うん、なんかじっくり見ちゃいましたもん。そう、しっかり見ちゃう、うん、やっぱその回を追うごとにこうやっぱり精霊たちも増えていて、うんうん、あ、なんかここまで来たんだなっていうのをやっぱり感じますね、うん、PV を見ると、うん、やっぱ実際こう、まあ、その3が始まる前にこうまのちゃんは全部アニメの方を見てたということなんですけども、うん、見ました。どういう気持ちで見てたの？一応でも勉強として見てたわけでしょ？普通にリアルタイムで、うん、見てた時は全然自分が出るって、うん、あ、見てたの？リアルタイムで見てたの？見てました。あ、そうだったんだ。なんだろう、自分が出るなんてことはもう微塵も思ってないので、うんうん、でちゃんとその決まった時にもう一回見返して、うんうん、でもその時の方がやっぱり、あ、そのなんだろう、一人一人のキャラクターの魅力とか、うんうん、あ、こうやっていくんだ、こうやっていくんだ、じゃあ自分はどうやって作っていこうかなとか、深くは考えるようには なりましたけど、うん、でもやっぱりさっきみたいにこう、うん、自分が演じたキャラクターが今までの積み上げてきた歴史につながっていくっていうのはかなり感動ですね。そうね、うんうん、かつこうみんながこう増えていくっていうのがいいなって、ね、なんか一期の時は確かにそういう意味では5人とかね、こう少ない中にどん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 精霊が増えていって、うんうん、ファミリーが増えていくっていうのは今回のまのちゃんもそうだけど、なんか嬉しいなってやっぱ素直に思う。なんか特に今回のこう夏美が加わる時って今までって割とそのあんまり初めましての方があんまりいなくって、うん、こう新キャラとして登場する声優さんとかが本当にまのちゃんが初めましてっていう人が多くて、だからこそ、あ、転入生来たみたいな感覚がすごい強かったのが、うん、なんかすごいフレッシュで、うん、なんかすごくより印象的だったなっていう感じがしますね。またなんかこんだけたくさんヒロインが出てきて、うん、なんかみんなそれぞれに魅力的ね、うんうん、こんだけいたらもうそろそろ被ってくんだと思うよ、ね、本当に思うのに魅力まだまだ出るかみたいな、うん、そう、でもまだ増え続けてるわけでしょ、まだ増え続けてる、原作の方では、ま、先生の好みの範囲の広さね、そうと思う、本当にそれは先生の各年代の好みがね、そうそうそう、はい、その時は各先生のキャラがいるわけだから、あ、次こういうこと付き合いたいみたいな風に思いながら書いてるわけでしょ。いや、小説家っていいね。いいね、好きなキャラ出せんだもん ね、うん、で、まあ、まあそのね、夏美も加わった、はい、まあ、3ですけれども、うん、まあ、今回3はまあ前半がまあ夏美ちゃんを軸に、うん、まあ、新キャラを落とすぞっていうところから、うん、後半はまあ ね今までもう1期からずっといたである、いたいたであろう、いたいたであろう、いや実際いたいた折り紙がすごいメインのお話だったけれども、いや、始まった当初折り紙がこんなことになるなんて思わなかったじゃん。思ってない、思ってない、思ってないし、うん、ましてその精霊になるなんてそんな、うん、思ってない。だからなんか少しずつその精霊たちと歩み寄ってはくるんだろうなって思ってたけど、うんうんうん、その、まあ、新刊が出て、うん、買って読んで、うんうんうん、あの、なんだとっていう衝撃だった？衝撃だった、ああ衝撃だったし、そういうのネタバレってさ、先生とかから聞かされてなかったの？事前に、実は折り紙もう最初からの設定で実は最終的にこうなるんですよみたいな。いや、聞かされてないと思う。おい先生ひどい先生も思いつきなのかな。そんなことないよね思いつきそんなことないよね。ひらめきかもしれないし、ずっと温めてたのかもしれないし、うん、でも言わない方がいいだろうって、言わない方がいいだろうっていうのもあったかもしれないし、でもなんか実際、うん、まあ、読んでた時ももちろん、うん、いや、ここをやりたいっていう気持ちはあったけど、うんうん、実際やってみると、いや、まあ忙しくて、忙しい、すごい忙しくて、感情が、うん、あ、確かになんか小さくなったり、うん、清掃になったり、うん、確かに、そうそうそう、大変だったよね、学校に、うん、いや、もう大変、時ね、うんうんうん、誰って思う、もう思う、もう本当に折り紙っていう、確かに変わり方だったから、今まで折り紙にない感情とかキャラクターを、うん、そうそうそう、でも折り紙という、うん、そう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 、ね、こう体の中で演じるっていうのは、うん、いや、もうすごい貴重な経験だった、めっちゃ見事だったよけど、うん、いや、もう感動しながら見てたすごいこの人って思いながら、嬉しい、それは嬉しい、いや、すごかったですよね、ほんとそんな、いや、私何度折り紙に泣かされたかぐらい泣いたよ、本当にこっそりね、もうバレないように、めっちゃいいわ今の折り紙って思いながら
バレないように。いやでもよかった、それがもう皆さんに、ね、うん、伝わってくれたのであれば本当に、うんうん、ありがたいです。いや、どのシーンが印象的だった、みんなそれぞれ、うん、じゃあ今回3期に限り、3期に限り、今回3期に限り、折り紙に限らず、もちろん限らず、私はやっぱり自分の5年前に飛んだ時の自分ですかね。あ、はい、やっぱ時間帯のくるみさん出てきちゃったよみたいな。いや、くるみ毎回面白いよね。収録が朝ね、めっちゃ大変なの、絶対毎回。だいたい一人で会話してたりするから、めっちゃ楽な会か、めっちゃ大変か、すごい両極端なんだよね。まして今回本当に私たちというよりも本当に私と私っていうのがあってです。私本番回ね、アフレコいなかったんだ。あ、そうか、そうだ、あ、そうだそうだ、そうそう、だからもうオンエアでしか楽しめなかったから、うんうん、ごめん、苦労知らないんだけど。その時のでも、確か本番はやっぱり別々には撮って、うんうんうん、ただテストはなんかもう一人で会話、ずっと会話してた感じがあって、うん、そこはでもなんか原作でもなんか好きなシーンの一つだったので、うん、あ、今回このシーンがやれるっていうのはなんか純粋に嬉しかったなっていうのはありますね。うん、いやでもあのシーンも まさに名シーンというか、本当に名シーン、なんかついに来たって、多分ファンの皆さんも、うん、眼帯のくるみもすごいずっと待ち望んでいたと思うし、いやなんかデートアラブってそう考えるとみんながそれぞれ結構いいシーンがいっぱい、いいシーンもありつつ、うん、声優としてちょっとこうチャレンジするような、うん、こうキャラクターばっかりだよね、うん、それこそで夏美だって、うん、そうです、小さい時と大きい時がまずこうキャラクターの演じ分けっていうものがあって、ね、私ほんと見事だなと思って、演じ分けがすごい素敵に、うん、ありがとうございます。いつもすごく魅力的だったし、ね、オーディションの時は両方あったんだっけ。そうです、一応オーディションの時は両方あって、うん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 、だいたい6割ぐらいは大人。あ、6割大人なんだ。ただその残りの4割ぐらいは、うん、結構その夏美のちっちゃい時の感情を出すシーンが、うんうん、だからそれこそ最後の泣くシーンとか、あ、そう、よかった、そういうところがあったので、うん、本当自分の中では大人の役っていうのもそれほど挑戦したことがなかったので、うんうんうん、本当この夏美をやってから、うん、本当にデータアラビやってからちょっとずつ大人っぽい役も増えてきて、うん、あ、そうだな、本当自分にとってはもう一生忘れられない役ですね、うんうん、なるほど、うん、どのシーンが特にお気に入り。でもやっぱり最後の泣きながらありがとうとごめんなさいが言えた時は、私自身もそうだし夏美に対しても、うん、本当に頑張ったねっていう気持ちで、うん、もう思い残すことはないです。まだあるから、きっといろいろね、演じる機会は死んでないし。いやでも夏美が加わってより感じたのは、こう精霊たちのみんながこうなんだろうな、こう指導を取り合ってこう喧嘩するんじゃなくって、こう仲良く精霊同士がいてくれるっていうのが、うん、私の中ですごい微笑ましくて、うんうんうん、なんかすごい素敵だなって、なんかいがみ合ったりとかガツガツ喧嘩したりとかない、うん、ここだけだよね。そうだね、ここだけ。まあまあまあ、いろいろ、そこだ。でもそれがあった頃からこそじゃない。そう、そうなのからこそじゃない。今回そう、私的にやっぱり一番今回印象に残ったのが、やっぱり今までずっとこう折り紙と、まあ喧嘩する際に飛び位置折り紙って言ってたんだけど、うん、今回の喧嘩に限っては折り紙って言って喧嘩してるっていうのが私の中で結構大きくて、うんうん、そうだね、あそこはね、自分的にやっぱ大きかったね。確かに、でも言われるのも嬉しい、うんうんうん、でみんなのことをその名前で普通に呼ぶっていうのも、うん、折り紙としてもやっぱ新鮮だし、うんうんうん、なんか良かったなと思う、和解できて、ね、もうちょっと和解、うん、和解かな、和解かな、うん、まあ、でも折り紙のシーンはちょっともう全部名シーンだから、折り紙どこだろう、ね、決めらんないよね、うん、決められないけど、やっぱり、まあ、エンジェルとデビルっていう風に言って、うん、まあ、過去が改変して後の折り紙と、うん、うちなるもう一人の折り紙の2人の会話、うん、最後のあれすごい速さってもあり、うん、すごいシーンだった、すごいなと思った。自分でも、うん、なんかその白い方の折り紙ちゃんもいろいろ言われて思い出していっ
て、うん、その感情の高ぶるところとかも、うん、あそこはすごい印象に残ってる。うん、私あの、まあ、過去 の, あのご両親のシーンとか、うん、あそこもたまんなかったな、うん、重いよね、なかなかね、重いけれども、ね、やっぱりこうたまらず涙した涙したでもありますね。涙したシーンでもありますね。はい、というわけで、でも、まあ、今回のその3に関しては、うん、やっぱりその、まあ、過去というものが一つ大きな、まあ、テーマというか、うん、もうどうしても外せない、うん、ポイントなんですけれども、やっぱりそのために必要だったのがやっぱりくるみさんということで、くるみさん ね、やっぱはい、なかなか、いや、なかなか出番は ないけれどもやっぱりどうしてもこの作品にはとても重要で、はい、なくてはならない存在で、かつ大人気キャラクターということでですね、ありがとうございます、はい、で先ほど皆様にご覧いただきました、はい、PV の最後にちょっとした情報がありましたよね、はい、デートはバレットのアニメ化企画進行中ということが発表されました。はい、すごい、これはすごい、まさかまさかの、いや前から言ってたもんね、あのなったらいいなって言ってましたよ、うん、言ってた、なやりましょうよって言ってましたけど、 OVA とかでもいいからやりましょうよ、やりましょうって言ってたよ言ってたけど、なりますって言って本当にみたいな、いやついに現実となるわけですよね。デートアパレットはですね、はい、東出雄一郎先生による、まあ、小説ということで、まあ、スピンオフ作品ですね、イラストの子による、時崎くるみを主人公としたスピンオフ作品、はい、アニメでは、まあ、本当にまさにくるみが主人公、はい、ということらしいです。ちょっとバレット情報知らなくて教えて教えて、はい、詳しくはぜひ原作を読んでいく、ちょっとも教えてくんないんだ、はい、ちょっとも、はい、ここはねアニメ化企画進行中という、え、ちなみにですけど、はい、指導とかって出てくるんですか、あれ、気になるやん、めっちゃ気になるやん、でもほらまだ進行中なので、うん、私もこうもうどうなのかなっていう部分はいっぱいあるんですよね、うん、結構だって関数も出て、え、今ですね5巻まで出ております、そうだよね、はい、で、いろんなくるみさんが見られます、ちょっとデートアライブのくるみさんとは違った、うんうん、一面が多々見られる、それを本編で出してよ、いやあのね出してって、なんか水着になったりとかね、ちょっとすごい、出れちゃった今、分かんない、なんかちょっと水着、水着の水着、はい、エロそう、はい、エロいです、エロいです、エロそうみたいな、あの原作の方をね見ていただけると分かるんですけど、うん、そういうシーンがいっぱいあるんですよ、なので多分みんなの前では出したことのないくるみさんがバレットの中では描かれている、いやまたこれ人気出ちゃうよ、ずるいやつだずるいやつだ、これまたフィギュア出ちゃうよ、これくるみだけずるいやつだ、なんかなんかくるみだけフィギュア出るやつだフィギュア出るやつだ、これまたでね、まあ、先ほどの PV でもくるみが、はい、まあ、出てたんですけれども、ちょっとなんかそう、ちょっとね、雰囲気違ったよね、はい、やっぱあの、つなこ先生のくるみと、うん、のこ先生のくるみで、ちょっとやっぱ雰囲気が違うので、うんうんうん、バレットの方はやっぱりのこ先生の方のくるみを主体に描かれてるのかなという部分でしょうか、うんうんうん、なるほどね、というわけでですね、今日はデートアパレットくるみの設定を初公開ということで、はい、私もまだ見てない、見てみましょう、はい、こちらです、どうぞ、そんな、すごい、こんな感じそんな、そんな感じ、おお、これだけ？これだけ？さっき見たしぐらいな。でも可愛い。可愛い。超可愛い。かわいい。ちょっとアライブの方とは、うん、デザインが衣装デザインとか全体的に少し雰囲気が違うのかな。確かに。はい、いやまた違った。はい。うん、なんかちょっと可憐そうに見える。可憐そうに見えるはちょっ ちょっと柔らかい感じ。あれかな、うん、この。このくるみ私で大丈夫かな、やんなきゃもう朝ねえのくるみじゃない、くるみはくるみじゃないから、はい、頑張ってやっていきたいなと思います、楽しみ、楽しみ、これは我々はお客さんとして見るから楽しみにしてる、楽しみにしてる、頑張るプレッシャーを与えていく、はい、プレッシャーというわけでね、はい、データバレットは原作小説が現在5巻まで、はい、発売中ということで、まだご覧になったことない方はぜひこの機会に、まあ、アニメがこれからなのでまだ間に合いますので、はい、ぜひそちらの方を手に取って、まずはデータバレット小説読んでからアニメの方を楽しんでみてください、はい、よろしくお願いします。
というわけで、それではここから、ちょっとお知らせをさせていただきたいと思います、はいはい、原作小説デートアライブなんとですねもう21巻となっております。すごい昨日ね、そうなんです、はい、デートアライブ21巻10日グッドエンドジョーが昨日発売となりました。いやもうね完結目前なんだって、なんかさ寂しい。これのさ、ずっと私ずっと疑問に思ってたけど、これはさ、うん、10日なのかな。いや違う人なんか、いやこれどうすね、新キャラ新生で誰、ね、わかもうそれ読むしかないよね。そうなんで私もうちょっとあの自分の想像を言っていいのかも、なんかもうツイッターで見てこれ誰って思ったぐらい、うんね、多分のど、え、誰の、でも、うん、10日グッドエンドだしって思いながら見ていました、うん、確かに。でもそっか、はい、その他短編集デートアライブアンコールやアニメ化企画進行中のデートアバレットもぜひお手に取ってみてください。そして、アニメ各シリーズのブルーレイ &DVD そして CD 各種も、発売しております。ぜひねこれまでの復習も兼ねてこの機会にチェックしてみてください。そしてデートアライブの中国オリジナルゲーム精霊祭輪も、配信中でございます。こちらですね残念ながらあの中国の方でしかあのプレイできないゲームとなっているんですけれども、はい、実はね中国でめっちゃ人気なんですよ本当に。すごいデートアライブ自体もめっちゃ人気だしこのゲーム自体も中国でめっちゃ人気なのマジで、うん、なのでもし、ね、中国にお越しの際はぜひプレイしてください。お越しの際はですね、中国まで行ってプレイしても、でも本当に、もう中国のファンの皆様がデートに熱い思いを持っていただいておりまして、今回のイベントにもね、なんとスポンサーとして参加してくださって、応援してくださっております。いつも本当お世話になっております。ありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけでですね、デートアライブこちらのゲームもそうなんですけれども他にも最近もコラボもいっぱいあったりとか、うんうん、なんかね私4日前ぐらいにもデートのなんか収録したんだよ、うん、私でも何か覚えてないけど何かの収録をしたんだよ。収録をしたっていうのが本当にもう毎月のようにあのデートアライブ関係の何かを収録してるってことはそのうち何かが始まるんじゃないかなって思ってますので、引き続き、デートアライブの展開の方も、見逃さずに応援していってください。よろしくお願いします。ということで、あっという間にもうお別れの時間です。早い後ろのイベントあるから。そうだね、まずこれから皆さん楽しんでてくださいね。はい、それではですね、ぜひ会場にお越しの皆様に一言ずつご挨拶いただきたいと思います、はい、それでは、朝姉からお願いします。はい、本当にねまずデートバレットがアニメ化企画進行中ということでここはもうぜひ私も頑張らなければいけないなと思っておりますし、それ以前のねこのデートアライブという作品が本当にその最初1巻から8年間皆さんにこうして愛されてきているっていう事実が本当にすごいことだなと思います。これからもまだまだ私たちも演じていきたいと思っておりますのでぜひ引き続き応援よろしくお願いいたします。本日ありがとうございました。ありがとうございました。それでは続きましてまのちゃんお願いします、はい、改めまして夏美役のまのあゆみです。以前ステージに立たせていただいた時はまだデータライブ3の放送前でしたので結構緊張してうまく喋れないこともあったんですが今こうして3が放送された後に皆様の前に立ててこうして振り返りのお話ができて本当に幸せです。これからもまだまだデータライブ展開していきますのでどうぞよろしくお願いします。本日ありがとうございました。ありがとうございました。それではたかしちゃんお願いします。はい、本日お越しの皆様そして画面の前の皆様どうもありがとうございます。皆様の応援のおかげでデータライブはここまで来れました。まだまだいろんな展開が待っていると思います。我々も頑張りますので皆さんも応援よろしくお願いします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。というわけで、あっという間のステージだったんですけれども、私も本当に第1期の一番最初からこのデートアライブという作品に本当にこの作品の PV を撮ったところから、携わらせていただいているんですけれどもまさかここまで、続くことができて本当に、嬉しく思っています。まだまだ、バレットもありますしもしかしたらね本編の方の、これからの展開ももしかしたらあったらいいなと期待しておりますので、その時にはぜひ皆様の応援をお待ちしております。ぜひついてきてください。八戸神東海役井上麻里奈でした。ありがとうございました。
ということで、デートアライブスペシャルステージ以上になります。これからもデートアライブをどうぞよろしくお願いします。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。